アエロカリビアン航空883便墜落事故とは、アエロカリビアン航空883便、ハイチ発に後期、キューバ行きの ATR72 型機が、キューバ中央のサンクティスピリトゥス州サンクティスピリトゥス県、グアシマルに墜落した事故である。当日883便に使用された機材は、ATR-72 から212で、2006年10月から、 アエロカリビアン航空で運航されていた。事故機は1995年にシモンズ航空に導入され、その後コンチネンタルエクスプレスで使用されていた。キューバに本社を置くアエロカリビアン航空は事故機となる機を2006年に購入した。製造元によると飛行回数は34,500回以上で約2万5,000時間飛んでいた。アエロカリビアン航空は キューバの国営航空会社である。833便は、ポルトオプランス国際空港発、アントニオ・マセオ空港経由、ホセマルティ国際空港行きだった。現地時刻16時50分に、ポルトオプランス国際空港を離陸し、アントニオ・マセオ空港を経由して、最終目的地であるホセマルティ国際空港に向かっていた。三十三便は十七時十二分に、 緊急事態宣言をした後に空港から210マイル南東にある街の近くに墜落した。目撃者は墜落する直前833便が低空を不安定に飛行していたと証言した。グアシュマルの医療施設には生存者を受け入れるために準備をした。しかし深夜までの間に生存者の見込みはないとわかった。この事故は ATR-72 で発生した事故としては、アメリカンイーグル4184便墜落事故と並び最悪のものだった。また、キューバで発生した航空事故としては、1989年9月3日に発生したクバーナ航空9646便墜落事故と2018年5月18日に発生したクバーナ航空972便墜落事故。 1977年5月27日に発生したアエロフロートロシア航空331便墜落事故に、ついで最悪のものになった。また、クバーナ航空9646便とアエロフロートロシア航空311便の機材は、L、イルマイナス 62M で、クバーナ航空972便の機材はボーイング737であった。キューバの事故調査委員会が、 事故調査を行った。調査には事故機の製造元である ATR とフランス航空事故調査局が参加した。2010年12月 IACC はフライトレコーダーの分析においては ATR-72 の技術的問題は発見されていないと述べた。事故機は高度2万フィートで激しい着氷に見舞われた。乗員7名。 乗客61名全員が死亡した。ありがとうございます。